皆さんこんにちは、ケンです。ユミです。今日は大阪に来てます。はい。どこにいるかっていうと、こちら島のスクエアカフェっていうところに来てます。ここは島野さんが経営するカフェで、今まで のコンポーネント、島野さんの自転車のコンポーネントの歴史だったり、まあ、今の最新モデルを飾ってあったり、あとは釣り、そういった展示があるカフェです。特にね、自転車のメカ好きの方はその分解されているものが部品が一個一個並べてあるから、そうするのでとても楽しいと思います。じゃあ早速私がご案内したいと思います。食べたい。じゃあこれにしましょうか。フレンチトーストどれ、これの間のなんか違うの食べた方がいいよね、きっと。エナジーバーやって。これは補給食みたいな。そうやの。ちょっと今まだご用意。ああ、そうですか。いいです、いいです。まあ、これが食べたいな、俺。じゃあ、ハモンセラーノサンド。はい。で、ドリンクセットみたいな感じできるんですかね。一応単品ではあるんですけども、セットができるのがフレンチトーストになりますね。で、フレンチトーストはセットで何飲む？まあ、単品でもコーヒー頼もうかな。うん。こちらのカフェラテのポットがですね、上にこういう自転車のラテアートがされているので、じゃあ、はい、僕それで。うまそう。かわいい。先食べちゃいますか。これはシマノの XTR のクランクですね。これはデュラエースの9000系の9100だったかなのブレーキ。これが分解されるとこんなにパーツがあるっぽいですね。XTR のリアディレイラー、マウンテンとかトレイル用のやつだったと思います。うわ、多いな。なんかこうリアディレイラーが結構パーツ多いっすね。これがデュラエースの STI レバーですね。機械式かな。面白いな。 XTR のカセットスプロケット、
トレッキングバイクってやつですね。これデオーレ XT。 次はシティバイク。シティバイクのコンポーネント、よく見るといろいろあるな。こういう風に、はん、要はあれかな、ママチャリとかかな。お、来ました、ロードバイクコンポーネント、デュラエース。ちょっと触れないので撮影だけです。デュラエースのクランクセットとペダルとリアディレイラーとスプロケもデュラエース、フロントディレイラーもかっこいいな。あ、デュラエースつけてえな。あ、キャリパーブレーキのやつが展示されてます。あ、もう時代はリスク化ですよね今。いい、いや僕にとってはすごく楽しいです。マミちゃんにはどうかわかんないですけど、僕はもうすっごいテンション上がってます。超楽しい。どう、楽しい？何これ、これも自転車関係？買えるんじゃん、うん、おしゃれだね、かっこいいな、普段でいいな、うん、いいな。なんかこう映像も流れてて、あ、俺こういう映像ね、最近ケンが作る動画多いけどこういう系ほらエンディングとかも喋らずに、うん、こうね速度を調整したり、こういうシネマティックな感じがね、かっこいいよ。自分がちょっと今興味がある動画の作り方でして、そこ勉強してます。ブルックスって聞いたことあるね。サドルとかでレザーとか作ってるとこじゃなかったかな、ごめんなさいね、あんま詳しくないんですけど、なんかヴィンテージ黒森とかに合うような。お、これよくサイクルショップで見かけるやつだよな。島のスクエア。自転車釣りを通して新しいアーバンスポーツライフを提案します。バイク&フィッシングアーバンライフカフェ。確かに。お、これはなんだ。お、やっぱブルックスだ。ブルックスって革のやつやね。え、なんだろうこれ、めっちゃかっこいいじゃん。なんだろう、ちょっと僕知見ないっすね。グラベルロードかなこれ。すごい、ブロックタイヤ上がってディスクめっちゃかっこいいじゃん。なんかこれはおしゃれやな。ノグのベルついてる。ノグのベルにこのライトも気になるな。ちょっと後で調べよう。ボトルケージもちょっとレザー感ザファーね。ほん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 。で、多分今このコンポーネントがこれなんだね。アーバンスポーツコンポーネントっていうやつなんやね。こんなコンポーネントあるんやな。なんか今このコンポーネントを押してる、このカフェだと押してるのかな。都市線アーバンスポーツで服装こんな格好でみたいな。超絶楽しい。ここにはジュラエースの9100系の完成状態が並んでますね。こっちは
9150。ディスク。新型105R7000。M9100XTR。 タイムトライアルとかトライアスロンとってこんな感じなんだ。ロードレース全般、デュラエース、シティサイクには自転車の高速道路というのがあるんですね。聞いたことあります。何と？見た？見てねって。見てねえよ。どっから見ればいいんかが大変なんやけど。あれこれ。これマニアにはたまらないんじゃない？1973年デュラエース。僕にはわからないけど、ほら STI レバーがない頃だよ。これなんかなんだフレームつけてカチャカチャって下でやるやつ、ブレーキしかついてない。4速からスタートやったの。4速、1973年製のデュラエース。これが1978年デュラエース EX。この時はなんかスプロケットを見る限り6速になってますね。ちょっとねリアディレイラーとかがシュッとしてて、なんかフロントディレイラーは逆にごつくなってるような気がします。1980年デュラエース、なんて読んだあれ、なんとか X なんですけどね。なんだろう、この変速機が多分バンド式じゃなくなってるタイプのものなのかな。なんだろう、これはなんだろうな、これなんだろうな、かなりコンパクトなカセットスプレー。1984年第4世代7400。カセットスプロケットは今の原型に近い感じになってます。1996年第5世代デュラエース。
お。2004年デュラエス第6世代7800。こう見るとここの1996年から STI レバーというか、まあ、あの変速兼ブレーキができるレバーがになっている感じですか。2008年デュラエース7900第7世代。これはもう本当今っぽい作りやね。これ次見ますね。2012年デュラエース第8世代9000シリーズ。これ今でもよくつけてる方とか、なんかこの見た目がファンの方とかいらっしゃいますよね。かっこいいな。2016年デュラエース R9100 シリーズ、現行デュラエースですね。これの次の世代のやつが僕が狙ってます。まあ今年出ないかな。でおまけでここは釣りのコーナーですね。釣りでもこう見ると自転車のスペースの方がめちゃくちゃ多い。ほら釣りはここら辺だけやでさ、もうここら辺全一帯がもうね。でも見た。もう見てね、下上しか見てね。何これ？何は？え？誰の？誰のかわからん。けど、マイユージョーヌやで。エヴァンスって書いてあるよ。2011年。マイユージョーヌや。あ、マイユージョーヌに興奮してんの。うん。あ、そうですか。今年僕らね、すごい見たもんね。もう一から。もう全部見てたんで僕ら。だいぶ選手の名前とか覚えたもんね。来年何？どこ？クイックステップを応援するの？アラフィリップさんを応援するらしいです。この方アラフィリップさんを応援するらしいです。とりあえず個人で。これマウンテンバイクらしいよ。何これ？DMC の選手がってことかな。中空クランクカットモデル。これデュラエースのカットモデルやね。これ貴重じゃない？これそそるよ俺。あ、そういうの好きやんね。いやいや、これは見れるのは嬉しいよ。あ、こんな薄いんやな。中空になってるんや。これは製造大変よ。なるほどね。このシャフト部分はまあ別の製作で最終的にアッセンブリーするんかな。いや見てられるな。すっげー見てられるな。そこだけで何分見てる。え、素晴らしい技術やん。予想外。え、あ、そうなんや。ここもやん。ここもまあそうじゃないかなと思ったけどさ、結構もう軽量化のためにいろんなとこが肉抜きされてさ、肉抜きというかさ、わからんやろな。これを作ることの難しさはわからんやろな、うん、あ、工程が多いっていう話をしたい。プレスしてるの？鍛造だろうね。あんな自転あのこれを鋳造とかでやると、まあ、鋳造より鍛造の方が強度高いし、あの鍛造じゃないかなと思ってる。その板はね。いや、ただ全部この形状は作れない。熱管とか冷管とかあると思うけど、いろいろあるんやけど、ハブダイナもカット。はい、ということで島のカフェの取材でした。ぜひ関西付近の方、まあ、そうじゃない方も一回ここ来る価値はあります。特に自転車のメカとかパーツが好きな方はぜひここにいらして、まあ、お茶もしつつ自転車の歴史を学んでみてください。歴史が分かったね。はい。ほんまか。でここなんですけど、今日は、店の方にお願いして事前に撮影許可を得て撮影してます。そしてこれを今 YouTube でアップしてるんですけど、まあ、Instagram にも YouTube にも
アップ許可はもらってます。はい、こういった場所を撮影する場合はちゃんとお店の確認をして SNS にアップするようにしてください。はい、注意点だけ言っておきます。はい、大阪来る価値あったわ、これだけで、ね、これだけ、ここにどうしても来たかったんですね。よかった、すごく超楽しかったし、盛り上がったじゃない、美味しかったですね。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。